仮設住宅や借り上げ住宅にお住まいの方が手作りを通して楽しく交流できるようにと工房を立ち上げています。はい、誰が立ち上げたんですか？七ヶ浜町の社会福祉協議会が運営しております。はい、立ち上げ、昨年の12月7日からオープンしました。はい、主にどのようなものこちら の工房の定番商品になりますのはグラニーバッグ、小さいトートバッグ、あとは巾着袋と、あと袋のミニ袋のストラップとお花のストラップ、あと今木工の方でも作っておりますけれども、ポストカードスタンドと、あとキーホルダー、ペンダント、そちらの方が主にこちらの定番商品となってまして、皆さんで制作しています。主に依頼品が多いんですけども、レスキューストックヤードさんって、ご協力、名古屋のご協力いただいている団体さんがすぐ隣接しておりますので、そちらの絆館で販売もさせていただいて、クリスロード商店街さんで東北六軒パークも販売しています。実は皆さんすごいいつも賑やかなんですけど、すっごい黙ってる本当はいつも違うんですよ。やっぱり自分も仮設にいて、どっちかというと何もしないでいたのが、和裁学校に行ってそのまま針箱が15歳から動かなかったのが全部動いて、いろんなこういうふうに袋でも作れるようになったっていうのが、すごく楽しいです。はい、今仕事してて楽しいですね。ずっと続いてほしいですね。生きがいですから今。その時の材料を解体して、これが組みなどなのね。本当解体材料が。再利用っていうのはそういう感じでやってます。あれな杉尾さん、これね、はいはい、これをずっとこう流せて、こうただまるようにこうこのクオーラルカルノっていうのを使われてきてもらったんですよ。なんか楽しそうですね。なんか難しいけど、ね、あらららら